飛び出す絵本の例ページを開くことで読者の目の前に様々な仕掛けがせり出してくる。飛び出す絵本は本を開くと基下的な折りたたみ構造物とこれに描かれた絵が飛び出すようになっている絵本のことである。仕掛け絵本ともこういった折りたたみ構造物による飛び出しはバースデーカードやクリスマスカードにも応用したものが見られる。飛び出す絵本は 各ページに折りたたまれた紙などからなる薄い構造物が挟まれており、ページを開くことでそれらが立体的にせり出してくる仕掛けを持った絵本である。各ページは立体の構造物を支える必要から板紙ないし厚紙が利用され、また構造部分は接線が何度も繰り返し曲げ伸ばしされることから曲げ伸ばしに強い紙が使われる。メッセージカードの類では、 頻繁に開くことを前提としないため画用紙などのこともある。挟まれている構造物は蛇腹状に折りたたまれた状態で各ページに挟まれている。それをページを開くという動作で左右に引っ張る過程で面前にせり出してくる。動く絵本などのページの一部にあるつまみを操作することでページの一部が引っ張り出せたり、または 袋状になった部分に開いた穴から、下の絵が覗いて見える範囲が移動するなど、他の仕掛け絵本の手法が併用されることもある。こういった絵本に選ばれる題材としては、不思議の国のアリスやシンデレラなど有名な話や、オリジナルのストーリー、図鑑的なものなど題材は様々である。19世紀にはローター・メッケンドルファー、アーネスト・ニスターらが黄金期を作った。現在活躍中の作家には、 ヤン・ピエンコフスキー、ロバート・サブダラがいる。日本での飛び出す絵本の観光点数が多い、出版社に大日本絵画がある。飛び出す絵本の制作では、絵本作家が一人で作り上げる場合もあるが、こういった仕掛けを考案する専門のデザイナーもいる。ことが大日本絵図のウェブサイトなどから伺える。こうして作られた原稿は、一般の書籍と同様に印刷されるわけだが、 その後に仕掛け部分をプレス加工で打ち抜き、これを手作業の流れ作業で各ページに接着し組み立てするなど独特の工程を経て製品として完成する。なお、こういった組み立て工程では各ページごとの担当者がおり、そこではベルトコンベアは利用されていない模様である。各ページに取り付ける部品も手作業で組み立てられている。飛び出し絵本のほか。 一般の絵本と異なる工夫を凝らした絵本も仕掛け絵本と呼ぶ。ありがとうございます。